マヌエル一世、マヌエル一世、1469年5月31日から1521年12月13日は、ポルトガル王、在位、1495年から1521年。暴流の無双として生まれながら、偶然が重なって平和理に大いにつき、さらにその知世において、インド航路の開設等の基地時に恵まれて、ポルトガル王国の黄金期を築いたことから、 幸運王と称される。聖王ジョアン二世の推し進めた、中央集権化政策を継承し、海外交易による莫大な利益を背景に、ポルトガルの絶対王政を確立した。1469年、リスボン近郊のアルコシエテで生まれる。父は、第11代国王ドアルテ一世の三男ビゼウ公、フェルナンド、1433年から1470年。母は、 ドゥアルテ一世の弟アベイロコー、ジョアンの娘で、フェルナンドの重臣にあたるベアトリス、1430年から1506年。彼女の姉イザベルは、カスティーリアオフアン二世の二番目の王妃で、女王イザベル一世の母である。従ってマヌエルとイザベル一世は、重臣帝の関係である。マヌエルには五人の兄、二人の姉、一人の妹がいた。 上の姉レオノールは1473年に、いとこの王太子ジョアン、ジョアン2世と結婚1481年、ジョアンの即位により王妃となった。このため、マヌエルは国王の重帝であり、かつ議帝という関係にあった。ジョアン2世は、貴族や自治共同体、根性領の特権を縮小し、王権を強化しようとしたため、それに反対する貴族らと対立した。 マヌエルのニービゼウコーディオゴは1484年に反対派貴族の名手として国王暗殺を企てるが失敗し、ジョアン2世によって殺された。さらなる反逆の名手として祭り上げられる可能性の高くなったマヌエルは国王から危険視され非常に不安な時期を過ごす。陰謀が渦巻く中の1493年、マヌエルは国王からの召喚命令を受け取り、 覚悟を決めて王宮に赴く。しかし、そこで国王から告げられたのは、マヌエルを王太子、ポルトガル公に、つまり、次期国王として指名するとの言葉であった。2年前の1491年に、ジョアン2世の子である王太子、アホンソが、自己死し、他に男子があったが非着出死かつ幼少であり、後ろ盾を得られず後継者候補からは外された。一方で、 マヌエルの兄もすでに全員多戒していた。王妃である姉の働きかけもあり、貴族から無支持されてマヌエルは王太子となった。1495年10月、マヌエルは、ジョアン二世の死去に伴い即位する。即位後直ちに、戦王の治政下で、財産、権限を奪われていた、ブラガンサコ王ャイメ一世、マヌエルのもう一人の姉、イザベルの息子どの貴族らに大部分の財産を、 変換し、改従した。一方で、中央集権下とアジアとの、海上貿易路開拓という基本路線は、先王からそのまま受け継いだ。内政では、各地域ごとに異なる、租税制度や土寮校を近代化、統一化し、貴族の領地や自治共同体を含む、全地方の行政、裁判を、王の代官である、コレジェドール・カレダーの監督下に置いた。 これらの処方機の改正をすべてまとめ、アフォンソ五世により交付された、アフォンソ法典に代わる、マヌエル法典として1521年に交付された。ただし、土壌法の統一に関しては、不完全な結果に終わった。また、マヌエルの知性の間には、ポルテス、二分正義会は3度招集されたのみで、いずれもリスボンで開催。ここにも、絶対王政の特徴が現れている。 さらに、即位した年に、キリスト騎士団長となり、主に海外にある騎士団領を王領に併合し、王室財産を拡大した。騎士団長の称号は、1516年に、レオ10世によって、正式に公認された。教皇に対しては、レオ10世が即位した1513年に、祝賀の施設を送り、関係を強化した。マヌエルが新教皇に寄進した贈り物には、 海外交易で得られた中国の磁器、真珠、宝石、そして外来の珍しい動物、例えばゾウアンノーネと名付けられた、ヒョウ、ペルシアバなどが含まれていた。1521年、リスボンで死去した。マヌエルが巨額を投じて建設させた、ジェロニモス修道院付属のサンタマリア教会に葬られた。マヌエルは、ポルトガルの探検隊や、 商業の発展を積極的に支援した。マヌエルの命令により、1497年7月にリスボンを出港したバスコダガマは、1498年5月にインドのカリカット、コーリコードに到達した。これにより、ポルトガルから希望ミネを経てインドへ至る海上ルートが発見された。1500年には、マヌエルによってインドに派遣されたペドロ・アルバレス・カブラルがブラジルに、 漂着した後、投降して、インドに着いた。トルデシアス条約の締結時、1494年には予想されていなかった位置に存在していたブラジルは、条約の取り決めに基づきポルトガル領となった。一方、インド洋では、古くからアラブのイスラーム商人が活発に交易をしていたが、彼らをここから締め出し、この交易路をポルトガル商人に独占させることを目的として、 1505年、フランシスコ・デ・アルメーダを初代インド総督に任命した。この地でのポルトガルの影響力拡大に危機感を抱いたエジプト、マムルーク朝、オスマン帝国、ベネツィアは同盟を組み、ポルトガルに対抗する。1509年にポルトガル艦隊は D ・ーウキの海戦でエジプト艦隊を破った。同年、 二代目の総督にアフォンソでアルブケル家を任命した。彼は1510年ゴアを占領し、その地をインド領の主婦とした。続いて1511年にマラッカを占領し、そこを東南アジアでの中心拠点として周辺の島々から集めた香辛料などをゴアに送る体制を作った。さらに1517年には中国の関東に入港している。 この二人の総督時代に、インド洋とペルシア湾での海上ルートは、ポルトガルの独占となり、アジアとポルトガルを直接結びつける海上交易路が完成した。アフリカでは海岸沿いに気候拠点が点在するのみで、内陸の核王朝とは対等な友好関係が築かれ、国王同士で手紙や贈答品が交換された。例えば、今後王国との間の、 アフォンソイス西洋トマヌエルトで交換された書簡は、両者の関係が良好であったこと、さらには、当時の混合王国の実態を知る上で貴重な資料である。また、大西洋のマデーラ島での砂糖生産を王室の直轄とし、生産量を大幅に拡大させ、ヨーロッパ各地へ輸出可能となった。ポルトガルはアジアからの香辛料、アフリカからの金、そして、 マデーラ島からの砂糖によって、莫大な利益を得た。海外交易によって豊かになったマヌエルは、宮廷に芸術家や科学者を多く招き、パトロンとして彼らの活動を講演した。また、リスボンのジェロニモス修道院、1502年着工、1551年、完成やベレンの島、1515 15年着工、1521年完成。 トマールのキリスト教修道院、1481年に回廊を増築に代表されるカビな建造物を新築、または増改築した。これらにはアフリカアジアの珍しい動物や、サンゴやロープなど海に関するものをモチーフとした装飾が過剰なほどに施された。このポルトガル独自の建築様式は、後に19世紀になってマヌエル様式と呼ばれるようになった。 隣国スペイン、カスティーリアでは1492年にユダヤ人追放令が出され、少なくとも10万人のユダヤ人が陸路でポルトガルに逃れてきた。聖モ・ジョアン2世はわずかな例外を除き、8ヶ月の滞在しか許さず、それを超えて滞在する者は奴隷の身分に落とした。マヌエルは即位するや、これらのユダヤ人を奴隷身分から解放した。しかし、カトリック両王の王女、 イサベル、事故死したアフォンソ王太子の未亡人を人として迎えるにあたって、スペイン側はポルトガル領内でのユダヤ教徒追放を求め、1496年にマルエルもこれに応じた。ポルトガルでもキリスト教以外の宗教儀式は違法となり、ユダヤ人に対しては追放令が出されたトマールシナコーグ参考。しかし、商業、金融業で主要な役割を果たし、 また医師などの知的専門職や職人となっている者も多いユダヤ人を追放することはポルトガルの経済状態損失であることを認識していたマヌエル彼らを国内に引き止めるために形式的な強制改修を断行する。1497年3月19日をもってポルトガル国内に在住する全ユダヤ教徒はキリスト教に改修したことにして 内心での信仰の調査は20年間有予するというものである。この期間はさらに延長され、マヌエルの治世下では結局行われなかった。しかし、表面的にキリスト教徒となったユダヤ教徒たちは新キリスト教徒マラーノと呼ばれ、様々な場面で差別を受けた。14歳未満の子は親元から引き離され、 キリスト教徒の家庭に里子に出すことが義務付けられ、そこで、キリスト教の価値観や習慣を身につけさせようとした。マヌエル一世は三度結婚した。1497年、スペインのカトリック領王、アラゴン王フェルナンド二世とカスティーリャ女王イサベル一世の長女、イザベル、スペイン五名イサベル、1470年10月2日から1498年8月28日。 と結婚した。彼女は、前王ジョアン二世の着手アフォンソ王太子の日だったが、1491年に未亡人となり、スペインに帰っていた。マヌエルとの結婚後、長子ミゲルを出産したが体調を崩し、そのまま数日後に死去した。1501年、次に、前妻の妹、カトリック両王の三女、マリア。 1482年から1517年3月7日と結婚した。彼女との間には、マヌエルの後を継いで王となる、ジョアン三世をはじめとして10人の子が誕生した。1518年、最後に、ハプスブルク家のフィリップ美皇、カスティーリア王フェリペ一世と、カトリック両王の次女、フアナ、カスティーリ女王の長女、レオノール、前妻二人の命。 1498年11月15日から1558年2月25日と結婚した。彼女はマヌエルの死後1530年にフランス王フランソワ一世と再婚する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。